はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はね、バイマのリサーチ超応用編というところでお話しさせていただけたらと思いますので、ちょっとバイマのリサーチ幅持たせたいなということだったりとか、よりこの精度が高いリサーチ、どういうふうにやっていけばいいのかなというところで勉強したいという方は、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。この動画ね、めちゃめちゃいろんなテクニック出てきますので、あとは具体的なね、サイト名だったりとかも紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。改めまして、寺井大樹と申します。僕自身はバイオウッパのスクールの運営とバイオウッパのプレイヤー、こちらを行っております。今現在では海外概要欄の公式 LINE アットを登録いただいた方限定で超有料級のバイマ初心者入門マニュアル、こちら無料でお渡しさせていただいておりますので、まだ受け取ってないよという方はぜひ受け取っていただけたらと思います。7月限定のプレゼントというところもご用意させていただいておりまして、今月7月はですね、バイマの売り上げを安定的に上げていくテクニックというところでお話しさせていただいておりますので、こちら動画にまとめております。公式 LINE アットを追加していただきテクニックと送っていただけたら、こちらのプレゼントをお渡しさせていただくことができますので、ぜひ受け取っていただけたらと思います。で、今回ね、バイマのリサーチ応用編というところでね、このバイマのリサーチに幅を持たせるような、ね、内容をお話しできたらなと思うんですけれども、こちらの動画だったりとか、あるいはこちらの動画だったりとか、過去ね、いろんなリサーチの動画、僕はこの YouTube として発信させていただいております。ぜひね、そちらも参考にして基礎の方は身につけていただけたらと思うんですけども、まあ、基礎というのは、まあ、具体的に言うとショッパーリサーチだったりとか、あるいは人気順リサーチだったりとか、こういったものが該当していくというものになります。それを抑えた上でプラスアルファ、より精度の高い最近のトレンドにマッチしたようなリサーチ、今回お話しさせていただけたらなというふうに思います。今回3つご紹介させていただきますので、こういったね、情報を取っていくのに非常にいいよというようなサイトをご紹介させていただけたらというふうに思います。そしてその動画のね、中身もちょっとね、一緒に見ていけたらなというふうに思いますし、あるいはその使い方注意点、こういったところもご説明させていただけたらなというふうに思っております。この画面も、ちょっとこちら出しながらね、お話しさせていただけたらと思うんですけども、まあ、1個目のサイトがこのインスタグラムなんです。インスタグラムもね、非常に情報を取れるサイトになります、まあ、こういった公式サイト、こちらをフォローしていって、そこで出てくる商品を出していくも全然いいんですけれども、僕はね、ここで注目してほしいのは、個人ですね、シャネルが大好きすぎて、シャネル専用で私が買ったものとか、最近のトレンドとかまとめてる人たちっていうのがいたりします。例えばね、このアカウントとかは、シャネルラバーとか書いてありますけどもですね、シャネル愛好家のサイトなのかなと。いうところが見て取れます。そういうところで、まあ、更新頻度っていうのはそのアカウントによってまちまちなんですけれども、こういったね、シャネルの水着出してみようかなとか、あるいはこういった素材を使っているものがもしかしたら人気なのかな、それで出してみようかなとか、そういったことにつながっていきます。ぜひね、こういった公式サイトというよりは、こういったファンアカウントみたいなところから情報を引っ張ってくるっていうのが、一ついいリサーチになっていきます。あとはね、有名人のアカウントとかもありますけれども、まあ、シャネル愛用有名人検索すると出てくると思うんですけど、その有名人をフォローしていって、そこで例えばシャネルの商品を紹介されたら、その商品を注目して出品してみるとか、そういった形で出品してみるといいかなというふうに思います。こちら1点目、インスタグラムになります。はい、続きまして2個目のサイトなんですけれども、まあ、雑誌ですね。例えば女性だとベリーとかオッチとか、このあたりの雑誌っていうのは特集もかなり多いのでいいかなと思います。あとは男性だとレオンとかね、これがおすすめになります。これもね、ハイブランドの特集記事が多いです。例えばというところで見てみましょう。これね、オッジ、先ほど申し上げたレディースのおすすめのサイトになりますけれども、まあ、ここにもありますね、有名ブランド最近人気19選ですね、大人の女性におすすめ。まさにね、僕らが使っているエルメスだったりとか、ビトンだったりとか、そういったものがね、まあ、特集されていました。まさにピンポイントです、まあ、ディオールもあるし、こういった形で特集記事がありますね。これはね、まあ、ベアンっていう財布なんですけども、めちゃめちゃ人気ですよね。だったらこのベアン出してみようか、そして色っていうのはこの色出してみようかってことになったりするんですよ。さっき紹介したインスタもそうなんですけども、こういったところで特集されたものっていうのは、このブランドでこのデザインでこのカラーでこの金具のものが欲しいっていうピンポイントなね、需要につながっていくんですよね。なぜならそのサイトをある一定程度のこういったファッションに興味があるお客様というのを見ているから。なのでね、こういったところの商品をまんま出していくってことは、それだけでも有効なんですよね。そういうところでね、非常に有効かなと思いますので、ぜひ、参考にしていただけたらと思います。2つ目、雑誌というところになります。はい、続きまして、おすすめのサイトなんですけども、3つ目、こちら Facebook になります。まあ、Facebook もね、皆さんご存知の方多いかなと思うんですけれども、どうなのかな、今の若い人たちはあんま使わないのかもしれないんですけども、僕は学生時代の時とかめちゃめちゃ使ってました。なんなら、今インスタとかが、かなりね、一強というか、SNS だと一番ね、使ってる方多いのかなと思うんですけども、僕たちの頃はやっぱり、まあ、10年前ぐらいですけれども、Facebook でしたよね。今では結構40代中心の、まあ、経営者とか全員使っていたりするっていう
ていうデータもあったりしますし、まあ、ある年代においては、ね、かなり力のある SNS になっています。まあ、その中でこの Facebook をどうやって使うのか、こちらを見ていけたらなというふうに思います。はい、こちらね、Facebook ログインしたっていうページになるんですけども、まあ、Facebook 使ってどうやって、こういった最近のトレンドっていうのを追っていくのかってところをね、ご説明させていただけたらと思います。パソコン画面で左上この Facebook 検索でブランド名入れてみましょう。まあ、例えばヴィトン、そうするとね、こんな感じで出てきますけども、これ投稿にします。出てくるんですけども、これを最近の投稿にします。そうするとこういったね、49分前だったりとか、1日前だったりとか、あるいはこういった業者みたいな人もいますけれども、まあ、そういったものは無視しつつね、いいね数が多いものを中心に見ていただくと、あるいはね、企業が特集しているようなページにおいて、使われているような商品だったりとか、そういったものを扱っていくと良いだろうという形になります。Facebook っていうのも、まあ、こういったトレンドが見て取れるようなものになりますので、まあ、ぜひね、こちらも活用していただけたらなというふうに思います。はい、ということで、ね、3つご紹介させていただいたんですけども、リサーチっていうのは、まあ、本当に動線を考えていくことが非常に重要なんですよね。こういった雑誌で取り上げられました、だからこそお客様がそれに対して興味を持ってバイマでも探すでしょう、だからバイマ上で扱えればそれが売れていく可能性があるよねとか、あるいはバイマのこういったページ上でも、もちろんこういった動線っていうのを探っていいリサーチを行っていくことができます。バイマの一番トップページの記事とかもあったりしますよね。今だったらアクセサリーコレクションとかってあったりしますけれども、まあ、そこでね、こういったエルメスアクセサリーとかあれば、自分もこういったアクセサリーを出していくことができれば、バイマでアクセサリー特集してるから、それクリックする人が多いよね、だから自分がアクセサリーを出した時にはアクセサリーが見られやすくなるよねということがあったりとか、シャネルっていうところももちろんこういったデザインを中心に出していくっていうところも含めて、アクセサリーを出していくだったりとか、バイマのサイトっていうのをよく見ると何を出したらいいかっていうのは教えてくれてたりもするんですよね。だからそれに従ってやっていくというところプラス、外部的なサイトでもね、こういったアンテナを張っていくとよりリサーチの幅っていうのは広がっていくので、ぜひね、今回の動画参考にしていただけたらいいのかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回ね、バイマのリサーチ応用編というところでね、よりリサーチの幅を広げるような、売上アップにつながるようなお話させていただけたかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。で、今ね、この4月の末の時期というところになりますけれども、バイマを始めて稼いでいく、じゃあ時期としていつがいいかというと、本当に今なんですよね。理由としては年末商戦があるからです。年末まだ遠いじゃんと思う方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、年末というのが5ヶ月後6ヶ月後にあるということが言えます。半年ぐらいこのバイマでの準備時間があれば、この年末商戦、このバイマで一番稼げるチャンスっていうのに万全の状態で臨むことができるんですよね。今年副業チャレンジしたいと、でもちょっと二の足を踏んでスタートすることがちょっと前半できなかったという方はね、本当に今チャンスなので、ぜひこの年末商戦に向けてというところもそうですけれども、しっかり学んでいくことができれば、安定的な、ね、収入の軸になっていくビジネスにもありますので、僕の他の動画も見ていただいて、学んでいただけたらなというふうに思います。以上になります。最後までご覧いただきありがとうございます。僕の YouTube チャンネルでは、バイマルの稼ぎ方中心に発信させていただいておりますので、バイマル稼いでいきたい、脱サラしたい、収入の軸を立てたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいただけたらと思います。またこの動画がいいねと思っていただいた方は、いいねボタンもよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日はこちらで失礼させていただきます。バイバイ。